明治維新の立役者西郷隆盛が西南戦争を起こした理由。イントロダクション。明治維新は日本史上重要な出来事であり、その立役者の一人として西郷隆盛の名前はよく知られています。しかし、西郷隆盛がなぜ西南戦争を起こしたのかについては、あまり知られていません。今回は、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、西郷隆盛が西南戦争を起こした理由について探っていきましょう。西郷隆盛の苦悩。西郷隆盛が西南戦争を起こした理由って何なのだ。西郷隆盛は明治維新後も政府内で重要な役職を務めていたものの、次第に政府の方針に不満を抱くようになったの。彼は西南戦争の前にも何度か政府に対して異議を唱えていたのよ。どんなことに不満を持ってたのだ。彼は政府の中央集権化政策に反対していたわ。彼は地方の自治を重視し、中央政府の権力集中によって地方の声が無視されることを危惧していたわ。また西南戦争の前には政府の軍備縮小政策にも反対していたのよ。西郷隆盛は地方の自治や軍備縮小政策に反対していたのだ。それが西南戦争を起こす理由となったのだ。そうよ。正確には複数の要因が絡み合って西南戦争が起こったのですが、西郷隆盛の不満が一因となっていたと言えるわね。西南戦争の結果と影響。西南戦争はどんな結果に終わったのだ。西南戦争は政府軍の圧倒的な力によって鎮圧されたのよ。西郷隆盛は自決し、多くの兵士や民間人が犠牲になったの。この戦争は明治政府の権力強化につながり、中央集権化が一層進むきっかけとなったわ。西南戦争は西郷隆盛の敗北に終わり、明治政府の権力が一層強化されたのだ。それによって日本は変わったのだ。日本は中央集権化が進み、地方の自治が制限されるようになったの。またこの戦争を契機に日本の近代化がさらに進展し、国の力が強まっていったわ。西郷隆盛の遺産と教訓。西郷隆盛の行動や西南戦争の結果から僕たちに教訓はあるのだ。そうね。西郷隆盛の行動は自己の信念を貫くことの重要性を示しているわ。彼は自身が正しいと信じることに向かって戦い、そのためには命を捧げる覚悟があったの。また西南戦争の結果からは政府と民衆の意見の対立が大きな問題となることがわかるわね。政府は地方の声を無視せず、バランスの取れた政策を進める必要があるわ。自己の信念を貫くことは重要なのだ。西郷隆盛の遺産から学ぶべきことはたくさんあるのだ。そうね。西郷隆盛の行動や西南戦争の結果を通じて、私たちは日本の歴史や社会について深く考えるきっかけを得ることができるわね。まとめ。西郷隆盛は政府の方針に不満を抱き、地方の自治や軍備の強化を求めて戦いに挑みました。しかし西南戦争は政府軍の圧倒的な力によって鎮圧され、明治政府の権力が一層強化される結果となりました。この戦争は日本の中央集権化と近代化の進展に大きな影響を与えました。西郷隆盛の行動や西南戦争の結果からは、自己の信念を貫くことや政府と民衆の意見の対立解消の重要性を学ぶことができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。